インフルエンザワクチンが入った段ボールがフォークリフトで運ばれ、次々とトラックに積み込まれていきます。インフルエンザワクチンの出荷現場を初公開したのは、観音寺市の一般財団法人、阪大微生物病研究会です。阪大美研はワクチンの研究や開発に加え、製造や供給も行っていて、 昨シーズンは国内で使用されたワクチンの4分の1以上を供給しました工場では今シーズン流行が想定されるとして国が選定した4種類のワクチン株を混合したワクチンを製造しています今年2月から製造を開始し、一昨日から出荷を始めました 日本全国で使っていただいてインフルエンザを少しでも抑えることができたらいいんじゃないかなと考えています。今日はおよそ100万本のインフルエンザワクチンが出荷され阪大尾研によりますと出荷は来月いっぱいまで続くということです。